よろしくお願いします。市川市内の、はい、若手の経営者の融資ということで、はい、声をかけさせていただきまして、はい、マスク2万枚を、はい、皆さんで寄付させていただくという形で、で、今回、医療用 の、はい、BFE マスクを、はい、ご用意させていただきましたので、はい、市内の医療関係のところで、はい、有効に使っていただければと。ありがとうございます。今日来させていただきました。はい、もう医療用マスクって非常に足りない、もう皆さん大変必要としてますんで、本当に心強いありがたい、申し出て陳謝しております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、PCR 検査も始まりましたし、軽症者 の、 宿泊施設もやってますんで、非常にいろんなところでニーズがありますんで、とてもありがたいですね。皆様でのやっぱり事業者が市民の活動を支えているという格好に、真ん中に役所が入ってですね、すごく美しい格好になるものですが、とってもありがたいですね。あとは回復フェーズを4、6でこう2割方消費が減ってるって話ですから、それをどうやってみんなで盛り返すかというのを考えて、10万円も届き始めるんで、なるべく地元でみんなで使うという運動をしてですね、なんとか市川市は税収が落ち込まないというような状況まで持っていけると、さらにいいですね。はい、忙しいところ、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり地元でずっと経済を支えていただいている事業者の皆さんが心を合わせて、こうやって費用を捻出いただいてご寄付いただくということが市民の皆さんに伝わると思います。で、これはしっかり医療従事者の皆さんであったり、今後 PCR 検査の現場であったり、そういうところをお届けさせていただいて、市民の気持ちが市民に直接届くというふうに思いますので、とってもありがたいことだというふうに思いますし、感染収束に向けて市民の心が一つになるというふうに思ってます。とってもありがたいことだと思ってます。ありがとうございます。またこれからどんどん収束に向けて、いくとは思うんですけれども、やはりコロナで皆さん経済が大変傷んでるというふうに思いますし、家計も苦しい状況だと思います。なるべく悪影響が広がらないように市も引き続き取り組みを進めていきたいなというふうに思ってますので、市民の皆さんにおかれました心一つにこの状況を乗り切るように、引き続きなるべく家にいただいて3密を避けていただいて、手洗いうがい健康管理にご留意をいただきたいなというふうに思います。はい、今回このようにマスクを寄付したということでですね、なんかそのきっかけみたいなものはあるんですか？我々青年部は市内の若手経営者の集まりで、我々にできること何かって考えた場合に、マスクが不足しているということで、ちょっと声をみんなにかけたら、でぜひちょっと市川の方に寄付しようということで、OB の力も借りながら今回、寄付する形になりました。今なんとなく収束に近づいている中で、まだでもその収束したとしても、今回受けたダメージ残ると思うんですけれども。そうですね、収束した後経済活動今まで通りにいかないかもしれないけども、やはり人が出て活動するっていうなった際に一番懸念されるのはやはり再発するんじゃないかということで、やはりどんどん人が動いていく中で、自粛期間中よりもさらにマスクが必要になってくるだろうというふうに思っておりますので、少しでも我々が力になって、自粛明けた後また自粛しないような形に少しでも力になれればと思っております。これからまた青年部としての会長として大変だと思いますけれども、最後に意気込み一言だけ。コロナに負けるな。ありがとうございます。ありがとうございます。